お、関西弁ですね。そのまま降りていくんや。のんびりとした関西弁が聞こえた。僕らは事態を悟って両手を上げた。二人とも黙って下に降りるんや。変な真似したら兄ちゃんの心臓に穴が二つ開くことになるで。玉の入り口と出口や。マリは僕から目を離さず、ゆっくり下まで階段を降りる。地下室で辺りを見回したが、小林さんはもちろん誰の姿もなかった。なんかあれね、登場人物がみんなスパイだね。通る以外。両手を上げたままゆっくりと振り向くと、加山さんはこちらに銃口を向け、階段に腰掛けていた。さあ、どっちがかまいたちや。かまいたち？何のこと？マリがとぼけてみせる。いや、あんたらはかまいたちやないな。お国のために働いとる連中か？マリが黙り込んだのを見て、加山はニヤニヤと笑った。図星やったようやな。そうか、なるほど。するとかまいたちはおそらく、その時だった。ペンションのどこかから、爆竹のようなパンという破裂音が聞こえてきたのだ。一瞬加山は僕たちから目をそらし、目を離し、天井を見上げた。その時、マリがワイン棚にあった瓶を加山の顔をめがけて投げつけた。うわっ！重い瓶は加山の肘に当たって下に落ち、割れてワインをぶちまけた。彼がすぐに銃口を僕たちに向け直した時、マリはすでに彼の背後に回り、首筋に手刀を叩き込んでいた。またやった、あの技。加山はワインの海の中にゆっくりと崩れ折れる。僕が唖然とそれを見つめていると、マリはイラついたように声をかける。早く、かまいたちを手に入れるのよ。こいつは、しばらくは目を覚まさないでしょう。さあ、急いで。僕は加山を迂回しながら、マリの後を追いかける。かっこいいな、あの手刀でやるやつ。かまいたちを手に入れるったって、一体誰なんだ。加山夫妻でもない、OL たちでもない、三木本でもない。そうだね。残るのは一人だけでしょ、田中さん？やっぱり田中？マリはうなずいた。2階へ上がると、マリは迷わず田中さんの部屋の前へ行き、ドアをノックする。はい。何の警戒もしていないらしい声が響き、ドアが開いた。部屋の中だというのに相変わらず黒いサングラスをかけ、おまけに帽子までかぶっている。マリはにっこり笑いながら言った。ちょっとお話があるんですけど、よろしいですか？彼は僕とマリをゆっくりと見比べ、やがて肩をすくめて言った。どうぞ。なんか声高そうだね。わかんないけど。正体がバレたことを察し、半ば諦めているのかもしれない。いや、そんな簡単なやつじゃないでしょう。そんなことを考えながら中へ入った。彼は書き物机の上に広げていたノートに気がつくと、慌てて飛びつきそれ落とした。かっこ悪いな。それで、何のご用ですか？少し焦り気味に彼は尋ねた。まずあなたが何者か、私たちにはもうわかってるということは言っておきます。マリが自信たっぷりに言うと、彼は明らかな動揺を見せた。しかし、そこはさすがにプロなのだろう。すぐに冷静さを取り戻した。そうですか。それじゃあ仕方ありませんね。で、それでどうしようと。もちろん取引です。取引？ああ、あなたはここの人なんですね。日本側の人間という意味なのだろう。マリはうなずいた。田中さん、いや、かまいたちはにやりと不敵な笑みを浮かべると、ベッドに寝転がった。取引ね。何で取引しようというんだね。金かい？誰だってお金は必要でしょ？マリは言った。もちろんもちろん。誰だって金は必要だ。お姉ちゃん、いいこと言うじゃねえか。キャラがブレブレだな。それで？あんた方は一体いくら用意できるというんだね。いくらでも。お望みの額を用意するわ。いくらでも？ええ。彼は唇をなめ、しばし考え込む様子を見せた。その時背後から声が聞こえてきた。その取引、わしらも入れてもらえんかな。振り向くと開いたドアのところに加山さんと奥さんが立っていた。誰も動くんじゃないよ。素早く動こうとしたマリに奥さんの鋭い声が飛ぶ。あれ、そんなキャラだったっけ？サイレンサーのついたさっきよりずっと大きめの拳銃。
いや、マシンガンのようなものがピタリとマリに向けられている。今度はハッタリじゃないよ。ちょっとでも動いたら体中の肉を拾い集めなきゃならないことになるよ。おとなしそうな顔をして恐ろしいことを言う。あんたたちは一体何なんですか。出てってください。かまいたちは驚いた様子で叫んでいる。あれ、かまいたちはかまいたちなのか、やっぱこの人。加山さんはにやりと笑ってドアを閉めるとかまいたちに話しかけた。今さらとぼけるのはなしですぜ。今この二人が持ちかけたのと同じ取引をそのまま受けてくれたらよろしいんや。ただその相手がこいつらやなくてわしらやっちゅうだけで。かまいたちは答えず、マリが口を挟んだ。サイレンサー付きのウージーサブマシンガンなんて大層なもの持ち出して戦争でも始める気なの、モサドは。モサド？インド料理にそんなのがあったような。それはサモサでしょ。マリが僕の考えを読んだかのようにツッコミを入れた。モサドはイスラエル情報部のことよ。イスラエル情報部？しかし加山さんはニヤニヤ笑いながら言う。イスラエルに見せかけるためにわざとウージーを持ってるとは考えられまへんか。僕の頭はもう冷静に何かを考えるような状態ではなくなっていた。足元にどさりと何かが投げ出された。目を落とすとビニールロープの束だった。それで彼女を縛り上げるのよ。僕が？そうよ。後で調べるから手を抜いたら痛い目に遭うのを覚悟しなさい。痛い目？僕がつぶやくように言うと彼女は目を輝かせた。そうね、膝を打ち抜くなんてのは楽しいかもしれないわね。それとも。彼女の二つ目のアイデアを聞くことはできなかった。突然バスルームの扉が開いて影が飛び出してきたからだ。奥さんは影ともみ合い、マシンガンがごとりと床に落ちた。拾おうと思った時にはもう誰かの手が伸び、再び僕たちに向けられていた。さっきはよくも騙してくれたわね。そろそろと目を上げると、怒りに燃えた表情でこちらを睨みつけているのは川村亜希だった。床で加山さんの奥さんを組み敷いているのはもちろん北野恵子。ん？しかし彼女たちは僕の部屋のバスルームに閉じ込められていたはずだが。何にせよ二人とも救いの神にはなってくれそうもなかった。どうやって？僕がそれだけ言うと川村亜希はにやりと笑った。ドアを外から細工したみたいだったけど、運のいいことにバスルームの天井裏は隣とつながっていたのよ。では二人は天井裏を伝わってきたのだ。一体何がどうなってるんだ。悲痛な叫び声が上がり、全員がそちらを向いた。かまいたち、田中さんが壁とベッドの間に入って震えながら上げた悲鳴だった。本当にかまいたちなのこの人。あれがかまいたちなの。ずいぶん頼りなさそうなやつだね。奥さんとの格闘を終えて立ち上がった北野恵子がいぶかしげに言う。奥さんはぐったりと伸びているが、加山さんがそっと近寄って抱き起こそうとしているところを見ると死んではいないようだ。とにかく彼を連れて早くここを出ましょう。部屋に戻って迎えを呼んでちょうだい。私はここで連中を見張っているわ。マシンガンを抱えたままで川村明がいい、北野恵子は素早く部屋を出て行った。迎え、やはりこの近辺に仲間が潜んでいたのか。どうやらかまいたちはフランスの手に落ちそうな気配になってきた。僕はかまいたちがどうなろうとここから出て生きて出られたらそれでいいと思っていた。一人だけ無関係でも何が何だかっていう状態だもんね、多分ね。しかし当然のことながらマリは違ったようだ。彼女は歯を食いしばるようにしてこう言った。ここから出られると思ったら大間違いよ。え？あなたに私たちを止められるとでも言うの？川村明はせせら笑った。無線で一声連絡するだけで SDECE の精鋭部隊が駆けつけるのよ。 JCIA だか内閣調査室だかが100人かかったって相手にもなれしないわ。悔しいが真実なのだろう。マリは唇を噛んで黙っていた。連絡がつけばね。その声はドアの向こうから聞こえた。川村明がマシンガンを振って加山さんにドアを開けるように命じる。加山さんがしぶしぶドアを開くと、
そこにはこめかみに拳銃を突きつけられた北野恵子が立っていた。その後ろで拳銃を構えているのは緑さんだ。てか、敏夫さんいなくね？マリ、早くその物騒なものを取り上げるのよ。おっと、おじさん、あんたも動かないで。川村亜希のマシンガンを狙っていたらしい加山さんは舌打ちする。マリは素早く近寄ると、川村亜希の手からマシンガンを取り上げ、全員を狙えるよう部屋の隅へ下がって壁に背をつける。トル、早く田中さんを連れて外へ出て。成り行き上仕方ないだろうと思い、僕はマリの言葉に従うことにした。いや、こんなになっちゃったら田中さん逃げちゃうでしょ、多分。A、さあ一緒に来い。僕は強気な態度に出た。 B、一緒に行ってくれますよね。僕は下手に出た。こう下手に出ない方がいいんじゃない。さあ一緒に来い。僕は強気な態度に出た。ベッドの陰から覗いている田中さんの腕をムンズと掴む。あ、いててて、そんなに強く引っ張らないでくれ。彼の言葉は無視して緑さんの脇を通って廊下へ連れ出した。マリがマシンガンで狙いをつけたまま後ろ向きに部屋を出る。緑さんは北野恵子を部屋の中へ突き飛ばして素早くドアを閉めた。ここは私が見張っておくわ。下へ行ってボスを探してちょうだい。緑さんの言葉にマリはうなずき、マシンガンを渡して代わりに拳銃を受け取った。マリと僕は、マリと僕とマリは田中さんを守るように挟んで廊下を歩き出す。このペンションははっきり言ってスパイだらけだったわけだが、そのほとんどは今の部屋に閉じ込めた。残る一人、CIA の荷物は僕の部屋のクローゼットに転がっている。つまり今自由に動き回れるのは全て仲間だということだ。そこまで考えて僕はようやく息が楽になった。ふんふん。そんなことはありえないが、まるでこの5分間、ずっと息を止めていたみたいな気がした。階段を下り、裏手へ回って奥へ行く。そこには緑さんや小林さんたちスタッフの部屋が並んでいる。小林さんいるかな？京子さんはいるはずだからなんとかなるでしょう。ということは、小林さんの次に力を持っているのは奥さん役の京子さんなのだろう。マリが小林さんたちの部屋らしいドアをノックした。が、誰も出てこない。ノブに手をかける。当然鍵がかかっているものとばかり思っていたドアはあっけなく開いた。なんか怪しいな。家族用の台所が見える。変ね。おじさん？京子さんも？いないの？返事はなかった。僕たちは首をひねりながら注意深く足を踏み入れた。田中さんすごいおとなしくしてるな。ふと気配を感じて振り向くと敏夫さんが立っていた。ああ、敏夫さん。小林さんか京子さん知らない？見てない。そいつがかまいたちなのか？敏夫さんは田中さんに目をやりながら尋ねた。違う。かまいたちなんて私は知らない。マリが答える前に田中さんは否定した。え？とぼけてるのよ。彼がかまいたちよ。間違いないわ。だろうな。じゃあ僕は彼をここから連れ出すよ。あなたが？マリはいぶかしげな顔をした。そうすることになってたんだ。ボスが決めた。聞いてなかったわ。怪しいな。敏夫さんは肩をすくめた。だろうな。まあとにかく一刻を争うことだ。2階の連中はあんたと緑に任せるぜ。敏夫さんが田中さんの腕に手をかける。待って。マリがその手を軽く押さえる。指示もないのにうかつに外へ出るのは危険よ。敏夫さんは声を出さず笑った。大丈夫さ。ちゃんと安全なルートが確保してある。さあ、こっちへ。敏夫さんは田中さんを連れ去っていった。怪しいな。妙だな。A、裏口から出るのは変じゃないか。B、服装が変じゃないか。服装は、まあ、ね、白黒というか、服装わかんないから A だな。裏口から出るのは変じゃないか。別に変じゃないか。と思いかけた瞬間、マリが敏夫さんたちを追いかけた。どっち選んでも同じだったのかな。おい、マリ。僕も後を追う。ちょうど裏口を出ようとしていた二人をマリが鋭く呼び止めた。敏夫さん、
そんな格好じゃ二人とも凍え死ぬわよ。構えた拳銃は敏夫さんの方を向いている。ゆっくりと振り向いた敏夫さんは全くと言っていいほど表情を変えなかった。おいおい、何の真似だよ。マリはそれには答えず僕に言った。トル、悪いけど部屋の中をもっとよく調べてきてくれないかしら。部屋？誰の部屋だよ。まずさっきの小林さんたちの部屋、それから敏夫さんの部屋も。敏夫さんの顔色が変わった。おい、冗談もいい加減にしろよ。冗談じゃないわ、じっとしてて。僕は当惑し二人の顔を見比べていたが、マリの真剣な顔つきを見て心を決めた。マリを信じよう。僕は走ってさっきの部屋に戻った。というわけで、だいぶ早くもなんかクライマックスに近づいてきた感じあるけど、ちょっとここで一旦切ります。じゃあ次回、敏夫さん怪しいですね。じゃあまた来週、さよなら。